アウダイール、サントスドナシメントは、ブラジルバイヤ州、イリエウス出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。1986年、フラメンゴでデビュー。1989年にはベンフィカへ移籍するも1年で、セリエ A ーエースローマ移籍。同じブラジル代表のカフーと共に、守備のようとして、チームを牽引した。 また代表としても3度の FIFA フフワールドカップに出場し、1994年のアメリカ W 杯では優勝、1998年のフランス W 杯では準優勝に貢献した。また、1996年のアトランタオリンピックにはオーバーエイジ枠でブラジル五輪代表として出場、マイアミの奇跡と呼ばれた日本戦でもプレーした。この試合において、 道木隆二が挙げたクロスに対応しようとして、GK の G だと交錯し、こぼれたボールを伊藤テルエッツに押し込まれるという致命的なミスを犯した。2000から2001シーズンには、セリー AA で優勝を果たし、2002から2003シーズン終了後、ジェノア CFC へ移籍、1シーズンプレーし、現役を引退した。その後は、 ビーチサッカーの選手としてプレーしていたが、2007年7月にサンマリノの SS 村田で現役復帰を果たした。2009年に再び引退。田中マルクス・トゥーリオはエレガントなプレーをするすごいセンターバックであると評し、憧れを口にした。ありがとうございます。